下部の制御方法、スキャブ、ピカブカブは、ディスクメディアの制御方式の一つで、コンスタントアンギュラーベロシティの頭文字を取ったもの。ディスクの回転速度が常に一定であるため、内周部分に比べ外周部分の記録密度が低くなってくる。そのため、ディスク全体では、1000記録密度が一定である CLV と比較すると、容量が小さくなるというデメリットがあるが、 ランダムアクセス性能やデータの読み書き速度では優れる傾向にある。ディスクの回転速度を細かく制御する必要がないためディスクメディアの初期から使用されてきた。コンピュータ用の外部記憶装置など高速なデータ読み書きが必要な用途に向いている。これを発展させてトラックを特定の半径ごとにゾーンに分け外周に行くほど段階的にセクタと 読み書き回数を増やすことで、ディスク全体の記録密度をほぼ一定に保ち、記憶容量を増やすことができる。この方式を、ゾーンドカブ、または、ゾーンドビット、レコーディングという。内周を、カブ、外周を CLV として制御する方式があり、パーシャルカブという。DVD ラムでのドライブの制御方式は、低速度メディアでは、ZCLV、高速メディアでは、 ピカブで制御している。正確には、一つのゾーン内の災害周と災害周とで密度に差が出る。ありがとうございます。